はい。こんにちは、こんばんは。おはようございます。本日はですね、トーカロと呼ばれるですね、高機能被膜を形成する、えー、洋加工技術を有している会社ですかね。こちらをご紹介していきたいと思います。まあ、半導体の、えー、部品だったりだとか、あと液晶製造置の部品とかにですね、この容赦加工技術を用いた被膜を、えー、作ることによって、まあ、あの、摩擦に強くなったりだとか、熱に強くなったりだとか、はい。えー、するような、<coughs> えー、事業っていうところを持っている会社になっておりまして、えー、結構ここファンダメンタルズ良いかなと思いましたので、えー、有料株という形で動画でご紹介していきたいと思います。<laughs> はい。まず、ざっくり、えっと、ファンダメンタルズですけども、時価総額が755億という形で、中型株ぐらいでしょうか。え、PR が10倍で、アロイが13.1%、そして、えー、自己資本率が71.5%という形で、財務状況も抜群で、えー、稼ぐ力も十分あるような会社になっております。えー、直近配当にまセ3.6%と、の高配当銘柄ながらですね、え、売り上げ高水右肩上がりで、えー、成長しておりまして、EPS、そして配当も右肩上がりという形になってますので、まあ、いい会社ですね。 はい、でそんな10日ローなんですけども直近決算ですね増収増益という形で出してきております一末に出てきてますね、はい、売上が364億で13%増収の営業利益が82億で8.8%増益という形で着地してます財務も全く問題ないんですねで相手の方ですけども45円から45円という形で、まあ、増配はないものの、まあ、最高益というところを更新してきている会社になってます はい、そして、定性的な説明とかを見ていきましても、まあ、米中の関係の緊張の高まりだとか、まあ、エネルギーコストのに伴う原材料価格の高騰ですかね、まあ、あとは半導体とかで言うと、サプライチェーンの混乱とか、まあ、いろいろありますけども、えー、コスト面の厳しさというのは増しているものの、まあ、半導体だとか FPD、フラットパネルディスプレイですね、液晶パネル、えー、等の分野を中心に、まあ、良好な、はい、受注状況が継続した結果、 売れたが増収増収益になってますとでさらにですね、えーと、コストの削減とかもやっているよっていうところで、まあ、今、原材料価格っていうところがどん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 右肩ん下がりですかね。はいあのー、コストとかも <coughs> 下落している中で、えー、コスト削減をやっている原材料価格の、えー、下落プラスコスト削減という形で、えーまあ、どんどん今後も利益アップしてくるんじゃないかなっていうふうに個人的には考えております。 はい、でそんなトーカローですけども経営指標の推移とか見ていきますと売上とか、まあバフェットコードであるので、えー、と割愛しましてまずキャッシュフローですかねこれがですね本当に綺麗ですはい、えー、75年前からですけども76億80億66億100億98億のキャッシュフローの中で、えー、投資をしていて、まあ、さらにですね余力があればあのー 借金の返済だとか配当金の増配っていうところをやってきているっていうようなキャッシュの流れになっておりまして、まあ、キャッシュストック自体もですね、着実に積み上がっているっていう形になってますので、えっと、めちゃくちゃいいお金の流れしてます。あの、非常に安定している会社ですね。で、さらにですね、えっと、PR、株価収益率とか見ていきますと、16倍、9倍、14倍、16倍、12倍という形で、まあ、大体平均12、3倍ぐらいの PER なんですけども、 ま、直近が PR10 倍という形で、えっと、過去5年で比べても結構割安な水準になってます。はい。まあ、いい決算出してるんですけども、テクニカルですかね。こちらの方が移動平均線がずっと右肩下がりになってました。えっと、120日移動平均線がちょっとこれ青色、少し見づらいですかね。えー、っと、青色のものになっておりまして、まあその、その下に60日、20日という形でえっと引いてはいるんですけども、やっとこさ、ここですね。はい。 決算発表を機に移動平均線が交わってきているというところでゴールデンクロス形成してつつあります。はい。長期の移動平均線もおそらくこれプラテンするかなというふうに私見ておりまして、まあ、ダブルボトムを形成して、そこから移動平均線が交わってゴールデンクロスを形成しておそらくトレンド転換になるんじゃないかなというふうに思ってます。 はい。まあ、ケミカル系の事業になりましたので、えっ、ー、と、どちらかというと、その溶接とか、まあ、そっちもありますけども、えー、ケミカル系の、はい、えっ、ー、と、業種かなっていうところで、<coughs> ケミカル系ごめんなさい。金属製品か。失礼しました。金属製品系の、えっと、業種になっておりまして、コストっていうところもずっと、ウクライナとかの問題で、右肩上がりで酒物とか上がってましたけども、金属価格とかも、まあそちらも落ち着いてきたっていうところがございますので、まあそういう意味でも、テクニカルですね。えー、今後取レてんしていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。カロ論にとっては、まあプラス要因に働きますので、はい、そういう意味でも、チャート右肩上がりでいってくるんじゃないかなと。まあそういうところを含めますと、PR もですね、過去一で割安、 直近5年の中では割安な水準になっておりますし、えー、といい決算を出して、えー、テクニカル、マクロ的なところもですね、コスト減の要因とかが来てますので、チャート取り転するかなというところで、ト、ま、遠、あ、から狙える銘柄かなと思ってます。はいえー、と株主優待とかは特にありませんが、まあ、ファンダメンタルズ非常に安定している銘柄で、かつ、えー、配当利回りも高いというところなので、まあ、この機会にぜひウォッチしてみてはいかがでしょうか。 最後にすいません。配当政策ですね、えー。共有していませんでしたが、配当政策については、 えっと、当社は利益の3分の1以上を目安に安定的な配当の継続を重視してますという形になっておりまして、だいたい配当成功で言うと33%ぐらいですかね。ここら辺を意識してますよというところで、はい、えっ、ー、と、投下楼になりますので、まあ、業績右肩上がりで成長してますので、配当も増配基調になりやすいかなと思います。はい、気になった方はぜひウォッチしてみてください。簡単ではありますが、以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。